そう、11日11日で終わります。はい、メモった11日お願いします。はい、OK、 ありがとうございます。グランマとお留守番って持っといて、書いてね、オッケー、はい、っていう感じです。あと、オッケー、練習日とか、そう、練習日とかをしーちゃんと相談して、うん、もしダメなとこがあれば、また、そうっすね、なので、それ以降は、またちょっとしんちゃんとがダメな日とかをお願いする。ちょっとあれしてね、とりあえず分かりました。はい、じゃあ26の日でいきますね、という感じです。はい、やさまるくんお願いしますね。はい、はい、だってすいません、やすまるくん、やすまるくん大丈夫ですか。すいません、はい、野村さん、アンパン書いてるよ、グラム、アンパン野村さん、野村さん、野村さん、野村さんって呼んでるよ、アンパン、野村さん、野村さん、野村さん、あ、ここに書いて、野村さん、野村さん、野村さん、今ちょっとサインしてる。あ、サイン、あ、そっか、サインとも、ありがとう。野村屋さんあるって、ここに書かない、ここにちゃんと書いて、カニ像をしっかり挟んでる、すごい、すごい、すごい、野村さん、聞いてる、すごいね、面白い。あとはだからごめんね、ご飯とかは適当にあるものでっていうか、はい、全然、はい、うん、ありがとうございます。あー、出てきてるのね。あー、すいません、ごめん。どうだ、もうしまい、うん、アンパン書いてくれた、おー、書かない、うー、ここに、ここに、はい、おー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 、オッケー、オッケー、かっこいいでしょ、警察からポリタンさん、えぐいね、虫はい、もうおしまい、危ないからちょうだい、ありがとう。この書き方、うん、オッケーですか、オッケーですか、可愛いね、あれ、すんごいサインだらけじゃん。結構でもしっかり持ってるね、うん、ペン持ってるね。あ、ノー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 、こうちゃんとここ上に書いて、上に書いて、上に、そう、すごい上手、ありがとう、はい、ありがとう。だから、うん、アッパ書いてくれた、野村さん、わかりましたか、だって野村さん見て、野村さん、野村さんって呼んでるよ、はい、すいません、すいません、はい、すいません、すいません、あ、あの11日お願いします。あー、 OK、 11日お願いします、 OK、 え、あと、はい、あとは、1日と7日お願いします。はい、OK、 すいません、あの1日はあの小花ちゃん誕生日なんで、
ケーキを買っておいてください。はい、1日です。1日。1つ。あ、ここだわ。はい、持っといてください。あとすいません。あと、7月7日は七夕というので、笹の葉を1つお願いします。はい。お願いします。あとすいません。7月の9日は、母ちゃんの誕生日なので、やさまるくん の、 考えてプレゼントをお願いします。はい、はい、お願いします。持っといてください。はい、はい、あとすいません、すいません、いっぱいすいません、すいませんすいませんすいません。はい、7月の27は父ちゃんの誕生日なんで、はい、プレゼントを1つ、はい、すいません、お願いします。はい、ありがとう。分かってるって。すごいね。お誕生日3つあるんだって。すごいね。うんうん、全部わかる？把握できた？今。書いたね、全部ね。うん、書いた？はい、書きました。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。あ、もう今お辞儀した？うん。パンパン。パンパン書いてくれたの？あら、ありがとう。最近お辞儀してくれるの。痛い痛いで、それは痛いよ。お、痛い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 。すいません。手にサインしなくていいです。グランマン誕生日は12月です。メモっておいてください。はい。オッケー。もういい、手。ワンポン書いちゃった。痛いもん、ここ。はい、オッケー。オッケー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ。寝ましょう。寝んでしましょう。はい。はい。すいません。ん？いつも8時に寝るようにしましょう。メモっといてください。はい。はい。はい、は？OK？ はい。書いておいて、じゃあ8時に。8時に寝ると。はい。わかった？ OK？すごい上手。ちゃんとペン持って。オッケーですか？はい。はい。よし、オッケー。はい、オッケーです。はい、カット。あれ、あそこ汚れてんじゃない？ちょっとやってくれる？これね、シュッシュッ。これもつくらしいんだけど、やってみる？電池入れてないからまだ。ああ、食べない。これはこうつくんだって。これやってみる？こうだこうだ。あ、ちょっと足で貸して。はい、どうぞ。これがついてくるんだって。すごいね。お掃除してください。そして、ちょっと見本にしてあげる。そう。